いいっす、どうも隊長です。ということで UC3 キャリアモードを続きやっていきたいと思います。今回はですね、前回の動画見てくれた方わかると思うんですけども、現在のライバルグーカンサキに惜しくも敗れてしまって、いやほんとギリギリだった。3ラウンド目でね、相手がちょっと本気出してきちゃって、そこでちょっと体調ダウン奪われてしまったんで、もうそっから立ち直ることできずに負けと。で、負けてから2試合ぐらいね、体調と同じぐらいのレベルの選手と戦って、2連勝してきたので、でもなんか総合値的には全然グーカン先には届いてないです。勝ってる面といったらスタミナぐらい、グラッピリングでも負けてるんで。でも前回戦った時そんなにグラウンド勝負はなかったんで、やっぱ打撃中心になるかな。そうだったね、確かにハイキック要注意ですね。勝利シナリオにも書いてるんですけど、ハイキックの KO で人気らしいです、 SNS では。おっ、グラップリングの数値82になった。これで先より、グーカン先より1上だね。これが有利になるかどうか分かんねえけど、たった数値1上がっただけでそんな変わらんよな。そしてグーカン先戦の前に寝技をねちょっと覚えました。アナコンダチョーク、ダースチョーク。よし、アナコンダチョークが、なるほどなるほど、首を絞めるってことこれ。寝技だったらまだね、勝率はあるからね、こっちの方が。わかんねえけど、あっちも上手いかもしんねえけど。でも打撃では正直ちょっと勝てないな。1ラウンド目からね、いきなりちょっと寝技仕掛けても、相手まだスタミナある状態なんで、もし長引くようだったら、そうだな、最後あたりに寝技で仕掛けて、勝つっていうのがいいかな。よし、試合、来ました。注目度は低いです。でも前回戦ったよりかはね、かなり上がってますよ、能力値も。グラップリング数値83までいったんで、今回こそ、空間先に勝って、ランキング15位以内に入ります。もう選手の紹介はいいでしょう。お前に勝つ。よし、ハイキック要注意です。最初はね、こういうワンツーでね、ちまちまと当てていく。よし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 、有効打撃数でもう勝りたいな。相手最初ちょっと様子見っぽいな。お互い様子見だな。言うてもな、前回追い込んだからね、相手も結構警戒してるでしょ。打ってこねえ。ここでボディ入れたくねえ、危ねえ。よいしょ。おっ、え、待って、おお、来た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 、スタックガード、ほら上から叩き込んでやる。あれあれあれ、嘘でしょ。おお、スタックガード、これ強いよこれ。おいおい、ほらほらほら、ボディいっちゃうよ。え、あれ、スタックガード、逃がさん。俺この状態逃がさんよ。ほら、あ、逃がさない。ちょっとこっちもスタミナない、やばい。あー、逃げ切ったか。あのままちょっと終わったらな、試合が。あっけない感じで終わっちゃうけど、こっちはちょっと選手生命の関係もあるからね、あんまり殴り合いたくないんだよな。いや、でもダウン奪えたのでかいな。うえ、来た。よし、ボディもちょっとね、ちょっとずつ入れてくる。おお、距離取りたい。お、いいよ。いいね。おい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 、ブレイク。もう1ラウンド目終わっちゃうんでね、寝技仕掛けるのはちょっと時間切れになりそうだな。オーバーハンド。ふう、あれ、
いけそうだぞこの試合。おっしゃ、1ラウンド目は取ったでしょう。いやーオーバーハンド決まったね。よかったよかった。よし、お、あ、避けんのうまいな。はい、スーパーマンパンチ、スーパー、あ、避けられた。ああ、ほら、ほら、よっしゃ、いけ、状態起こす、フル、ボディボディもボディボディボディ、状態起こす、ほらほら、上から殴られる気分はどうだ？僕には分かんない。よし。はい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 、フル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 、ハハハハハハ、やるじゃないか。もうダメでしょ、あかーん。思わず エセ関西弁が出てしまったぞ。おっしゃ、もっと追い込みたいけどちょっとな。ノーサス、ウィンドシールドチョークとか知らねえ寝技使う。あ、多分効かねえだろうなこれ。逃げられんな。あ、逃げられた。じゃあこれだ、アナコンダチョーク。あー、ブレイク。あれ、俺ってダウン奪われたっけ。奪われてはいないよな。危ないのは食らってっけど、うん、どうしよう。サイドコントロール、アナコンダチョーク、覚えたやつ。これで締めるわ。あー、やっちゃった。もう一回。あー、ダメだか。ボディロック、よし。あー、終わった。2ラウンド目終わった。やった、これいけるいける、いけるぞこれ。最終ラウンド、仕掛けた寝技が効いてると。いや、どっちで勝とう、打撃で勝つか寝技でいくか。でも最終ラウンドなんで油断はできねえな。あ、でも相手頭結構来てるわ。頭結構来てるけど、今のなんか追い込んでいけば倒れただろうけど。おお、くそ、ほら、あっちゃもうダメでしょこれ。よっしゃ、打撃で勝ちました。やっぱりちょっと致命的なオーバーハンド食らっちゃったからかな。あの一撃がでかかったかな。後に響いちゃいましたね。ガードの上から入れたもんな。おお、普通のパンチで倒れた。よし、リベンジ成功です。前回は負けたけど今回はしっかりと勝った。これでランキング15位以内に入りましたね。いや、もうスタン7回奪ってっからな。全然違うな前回と動きが。まあ1回戦ってね、相手の動きとか分析できたんで、まあ、それが生かせたかな。選手生命 63.4% だと。嘘だろ、2階級がちょっと危うくなってきたな。
63.4 ちょっと減るの早い。そんなにやばいの食らってるか俺。つい最近まで90代だったのにな。これで偶感先とのライバル関係に終止符。いやでも強かったよ、一回負けたんでね。いい戦いだった。新契約獲得、挑戦者5位以内に入ろう。だんだんと近づいてきましたね。次のライバル、現在のライバルがこれなんていうんだ、オビンスサイントプリプリ調べよう。オビンスサンプルって選手ですね。ハイチの総合格闘家、ランクは5位、29勝18敗。意外とまあでもキャリアは結構ある選手なんで、あでも体調は12位か。いいっすね、体調ジュニア。もう挑戦者ランクになってくると相手も強くなってくるでしょう。次の対戦オファー見てみましょう。うわ出たこいつ、負けたわ前回、勝てなかったやつだ。違うやつにしようかな。いやでももうこの辺りになってくるともう相手強いっす。一回戦ってっからね、この選手とは負けましたけど、でも注目度高いやつ選ぼうかな。こいつはやばいな。いや俺ちょっとここで負けたくねえな。いやこの選手もストライク96ですごいんすよね。まあでもこの選手架空選手なんで、できれば実在の選手と戦いたいですね。もうここら辺になってくればこの選手とやりましょうかね。コーリー・アンダーソン、アメリカの総合格闘家、グラップリングの数値が90ということで、結構グラウンド技仕掛けてくるのかな。まあ、ストライクもあるんで全然、ヘルスも高いし、これにしよう。キャンプ期間6週間あるんで、どうしよう。あ、でも上のジムに行けるようになったな。キックボクサーのジム、これ行きますか。10万ドル払って、6週間もあればね。反魂組織の切除。頭部への攻撃でスタンやダウンになると KO される確率が上がります。手術を受けましょう。え、これやった方がいいよね。受けますか。うわーでもポイント100も使っちゃった。顔の傷跡を全部消してもらってくる。パンチをもらいすぎた。次の対戦相手、レスラー傾向、グラップルアドバンテージに注目。この選手は第2ラウンドから猛攻を仕掛けてきます。素早くとどめを刺すか、第2ラウンドはテイクダウンを仕掛けて相手の勢いを殺しましょう。テイクダウンに持ち込んだとこで勝てる気しねえんだけど。よし、新技獲得、斜めローキックレベル5、スピニングサイドキックレベル5、サイドキックレベル5、新パーク獲得、解体矢と。ここに来てレベル5の技ですよ。覚えとかないとね、何かしら。なんだろうこれ、斜めローキックは使うかな。ダッキング回し蹴り、おお。サイドキックは、あー迷うな、サイドキックの方がいいかな。来ましたこれ、スピニングサイドキック。これは使ってたな。ちなみに解体矢の、効果はですね、ボディへの前蹴りとサイドキックを使う際、相手のボディ特性値がマイナス4減少と。ボディに有効ってことか。ちょっと調子乗りますか。試合結果予想 KO。 ラウンド1は厳しいんで、ラウンド2あたりで2ラウンドで沈める。よし、ステータス、ストライク78、グラップリング83、スタミナ94、ヘルス81と。打撃スピードはちょっとまだ遅いんですけど、パワーはあり、つくようになりましたね。正確性も90になったし、まだフットワークとかね、ブロックはちょっと不安かな。グラップルに関してはテイクダウンとかトップポジションが100と。ボトム、寝技の攻撃防御っていうのはまだまだだな。まだちょっと育てるところはあるけど、まあ今の段階では悪くないかな。ソテト、注目度は高いですこの試合。おっ、
このライトヘビー級機体の新星の欠点を挙げるならば立ち技でしょう。だって大丈夫大丈夫、特訓したから。大学レスリング経験、スピードが武器、まあ、グラウンド系は結構強い選手。これは勝ちたいな。マジ分からんからな。やっぱ初めて戦う相手ってなるとちょっと怖いんだよね何してくるか分かんないからな、まあ、ちょっと UFC4 出るか分かんないですけど、次戦う相手のそのなんか試合とか過去やった試合とか見れるようなシステム欲しいな。それでちょっとなんか分析するとかさ、そういうシステム追加してほしいな。まあ UFC4 いつ出るかちょっと分かんないですけど、出たら多分普通に実況すると思う。さてとやりますか。覚えた技使うぜ。はい、あ、いきなりちょっとキックいっちゃったけど、来るかなこれ。おっしゃ、テイクダウン要注意だな。おっしゃ、入った。この相手が、そう、ここだよここ。うわー、やられた。ゲロチンチョーゲー。あれ、嘘だろ。あのトラップ、ここで立っておきたいな。おっしゃおっしゃおっしゃ、オッケーオッケー。何やってんのおっ、何が起きた、僕に分かんない、何これあれあれ、うわ、ごめん、俺もちょっと驚いてるこれ強、このキック、早すぎた決着だったな。もうちょっと味わいたかったんだけどないやすげえんだけど今の決着のつけ方、なんかあっという間すぎてあんまなんか反応できなかったないい反応が、いや強いと思うんだよあの選手。まさかの一撃だったね。スピード、パワー、精度、完璧なキックだ。ということで次の対戦相手ですけども、おお、あれ、この選手しか選べられない。結構おじさんだよねこの選手グローバー・テイシェイラ。でもストライク91、グラップリング90。グラップリングだね。体調もすぐ90ぐらいまではいかないとな。次の相手はランキング9位ですね。34勝13敗なんでこれもまたベテラン選手。じゃあ次回はちょっと参戦やろうかな。次回でちょっとライバル戦やってみようと思います。早速もうこっからちょっとなかなか油断できなくなるんで、こっから難易度がぐんと上がります。今さっきの勝ちは多分まぐれ、うん、あれはちょっとまれだわ。はいというわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。